あのこれとか、あ、またあの僕のお気に入りいます。あのだいたい海の中とかね、海の中とか地理上だったかなのところとかで、急にね、あの光がなんかすごい、あの線で見える、直線でなんか差し込んでくるみたいな、たまにそういうの幻想的ですよね。ああいう現象なんていうか知ってます？チンダル現象。どうやらシュミラクラ現象。うわー、知らないです。シュミラクラ現象知らないっす。はぁ、いや、覚えたい、この現象覚えたい、ありがとうございます。なんか3つの点とかあったりすると顔に見えるねってやつか、これ顔に見えるねって違うんだけどさーってやつとかは、シミラって言いづらいですね。シミラクラ、フルースト現象。うわ、知らない、フルースト現象。全部あのメモ書きしたですもん、今ハードコアじゃなかったら全部メモしてた。特定の香りから思い出すやつか。へぇー。クロノスタシス。クロノスってなんか時の神様でしたよね。それとは違うのかな。はぁ、すげえ、すげえ、今喜んじゃった。へぇー、あのクロノスはあの時計に目を向けた瞬間、一瞬なんか、じゃあ秒針の動きが遅く見える現象。ジャックナイフ現象ってなんだ。待って、こう見るとこ多すぎ、やばすぎ。おい、てなに？なに？自分だった。